ゴーストオブツジマ続きをやっていきます。では前回ゴレンジャーが揃いましたが、物語がいろいろ加わったのでやっていきたいと思います。先生、石川先生、まさこ、のりお、のりお行くか。あ、まさここれで終わりなんだ。とりあえずのりお行こう。先にのりお、のりお行こう。のりおのもとに、サゴでのりおに会え。のりおんち、のりおんち、ここか。のりおんち、ここ。あー、ワープできないから、じゃあ、おまさん呼んで、おまさん呼んで、影パート2呼んで、おい、影パート2。ゲーカーパート2を呼んで、どこさ?どこさ、こっちさ、こっちさで、こっちさ。こっちさで。ノリオはなんでサゴにいるんだ？なんでそこノリオなんだ？まあいいけどね。ああ、だだだ、獣獣獣獣。やめてやめてください。やめてやめて、獣だらけ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 。でも大丈夫。あ、ノリオじゃないで。え、ノリオじゃない、ノリオじゃないけどやっちゃおうぜ。ノリオじゃないんだったらやっちゃおうぜ。あ、でもやばい。ノリオクマさんもいる。プーさんもいる、プーさんもいる。侍侍。はい、はい、はい、ダメ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 。やられそうだ、やられちゃったんです。やられちゃったんだったらもう会いない、会いない。え、ノリオは今何だったんだ今のは。勝てないし。あれノリオか、あれノリオだな、あれはノリオ、絶対あれはノリオ、あれは絶対ノリオだな。ノリオじゃない、ノリオじゃない、ノリオじゃない、ノリオじゃなかったけども、ちょっとノリオじゃなかった、ノリオじゃなかった。何やってんでしょうね。ノリオ全然会えない、ノリオ全然会えない。これ取り合い、はい、あ、ダメだな、これうまくいかないな、うまくいかない、うまくいかない。痛い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 。クナイ投げちゃう、クナイ投げちゃう。お前、お前ら、お前らもうそういうとこあるの、そういうとこあるの。お前クナイ、なんかやばい、ヤゼがいる、ヤゼがいる、ヤゼがいる、ヤゼとかだ。よし、ヤゼ、ヤゼ、まだまだこの試合やれてなかった。そのタイミングで拾っとこう、一応。あ、でああ、毒受けた、毒受けた。お前マジで、お前本当そういうとこある、お前そういうとこある、お前そういうとこある。矢をもらった。あっちもヤゼ、ヤゼ、やばい。そこに隠れといて、隠れといて。お前撃つな、撃つな、撃つな、撃つな。よしよし、さっきはよくもやってくれたな。さっきはよくもだぞ、本当に。ヒン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 言ってんな。大丈夫、誰か囚われの身の人いない、囚われの身の人はいないね。なんだよお前ら、マジで。さっきの敵は撃ったな、これでな。よし、さっきの敵は撃った。本当に10人いないね、大丈夫ね。これだよね、私のこれでいい。違った、違った、危ない、違う馬に乗るところであった。危ない、罠だった。似てるんだよやっぱ。影パート2はちょっと、影とはちょっと似通って。あ、そこだな、この毒持てない。いた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 。ちょっと、え、これ違うよね、これ。大義を解くそうだと知れ者が。何何、ちょっと待って、ちょっと待って、見つかってない？見つかったよ。どういうこと？え、何見つかっちゃダメだったやつ。ちょっと待って、見つかっちゃダメだったやつじゃない？どういうこと、どういうこと。もうダメ、これもうダメ、もうダメだったらもうやっちゃう、もうやっちゃう、やっちゃう、やっちゃう。あ、吹っ飛ばされた、私が吹っ飛ばされた。やばい、強い人いる、強い人いる。痛い。ちょ、分かった、助けるんだけども、この強い人、見え。カメラワークさん、ちょっとこの人盾持ち。よし崩した。え、お前もヤゼいる。よーし、ヤゼじゃない。まだどうしいるぞ。ちょっと待って、どこにいる。あ、そっちとそっち。あっちから撃ってる、あっちからバカみてえに撃ってるから。あの人は大丈夫な人、あそこに撃ってる人、バカみてえに撃ってる、撃ってる人一人かと。一人なんだったらこれ忍んでって。あいつバレてない、バレてる、あ、バレてない、バレてない。よし、おい、えい、えい、お前そんなところにいてどうしたのね。みんな何、どうしたの。ちょっと乗りよう。あ、乗りよじゃない、どうしたの。え、ちょっと待って、乗りよ、これ乗りよなんじゃないの。ノリオじゃないぜ、こいつ。たたえておったな。見返りは何と約束された。断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。ノリオを知っておるのか。戦支度をしております。お連れいたしましょう。お、え、これ兄貴、
兄貴って生きてたんだっけ、ノリオの兄貴。おお、対馬の守り手。あ、風魔か、風魔の守り手か。急げ。対馬の守り手は私だもんな。こちらです。どちらですか。ノリオの元に向かう。そうだ、ノリオが知ってのことか。杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしろと。あやつが言ったのか。ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話していますよ。お、そんな私がそんなこと言ったか。ててクロード様です。曲がるとき言って、曲がるとき。クロード様です。どうもクロード様です。どうもどうも、敵じゃないですよ。てかそんな作戦僕やったっけ。そんな猛虎の何急にいいの。ここはじゃあ僧侶たちが集まってるってことか。ノリオは港中におります。はい、あ、なんか作戦立ててんな。作戦立ててる。ちょっと僕も入れて。火を隠れ蓑にするのだ。酒井様。火を隠る。どこに。ノリオ。酒井様とお話をしてまいる。あ、いた。酒井様とお話をしてまいろう。じゃあ。ちょっと話そう。あ、ちょっと熱い。ここ熱い。ここ絶対熱い。ちょっと、ま、お話はどこですんだよ。ノリオ。よく来てくれました。こちらへ。はい、じゃあちょっとこっち、じゃ鉄砲は持てない。あ、だから閉めんなっつっての行くんだから、そっちに。私もさ、杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。うん、あんなことがあってはな。櫛寺がおらずとも寺は奪えます。あ、こっちなの。ちょ、どっちの、どっちって言って。ちょっと先導して。串寺奪われちゃったのか、猛虎に。ほんで、どうすんだい。なんだこのガキは。何、サスペンスドラマじゃん。2時間サスペンスじゃん、これ。カサスじゃん。あやつらも戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。夜明け。ジン納得。てかジン目が見えないね。それね、目んとこ隠れちゃってるね。かっこいい。クロードと共に杉寺へ参ろう。どういう感じ。ちょっと少なくない。おおっていう割にはちょっと少なくない。大丈夫、この人数で。お仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。死の恐怖とは痛みや知らぬ者への恐れでしかないと学んだ。僧兵も同じように考えます。特に兄は里い方だったのだな。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。あ、やっぱさっきの兄じゃなかったね。これは持てないね。はい、毒持てない。以上？話終わったの、もう。あと、どっち曲がるよって言いなさい。曲がるよって。この先曲がるよって。言ってくれないとさ、ノリオそういうとこあるから。ノリオもマサコも。急に曲がるから、この人。ここはまっすぐでいいか？なんか変な住人がいるぞ。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は過保護者だ。あ、すごい、みんな応援してくれ。なんか駅伝の沿道の応援みたいになってるぞ。こちらへ。あ、会話始め、はい、始めます。そういうの言っていいね。そういうの言ってくれたら助かる。てか今駅道、杉林の向こうです。そうは捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。ほうほうほう。まあそれは民を守るためには必要だな。あれ、もう沿道の応援がなくなった。もう沿道の応援がなくなったぞ。息を吸え。まもなく。止めたままでは戦えんぞ。息を吸え。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。そうだな。このゴレンジャーとはずっと一緒だぞ。死ぬなよ、ノリオ。マジで。ノリオマジで死ぬなよ。給水ポイントか、ここ。給水ポイント来た。ノリオ、クロード様。急ぎ駆けつけました。来たぞ。トナカイの角を持ってきたぞ。杉寺と赤島、櫛が一つにまとまりました。
三門クラス。その武器ちょうだい、はい、その武器。その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする？俺はどうする？俺は。策に構わず思うままに戦ってください。策に構わず思うままに戦っていいの？離れずについてきてくれ。え、思うままに戦うの？ちょっとでもみんなについていこう。もうこ倒せ。え、もう見える？もうこの人まだ見えないか。ちょっと待って、サークルに加わらずに勝手にどうぞって言われた。何それ、一緒に作戦でなんかやろうよ。じゃあちょっとこっち側から行こう。じゃあなんだったらこういうさ、上のさ、こっち側の裏側から攻めようぜ。じゃあ私はさ、あれまだ全然もしかして遠い、まだ全然もしかして、あ、いるじゃん、いるじゃん。どんな感じ？ああ、全然いる、全然いる。あ、みんなどこ行ったの？でも結局。結局みんなどこ行ったの？まあいいけどもね。忍べち、ああ、見つかる、見つかる、見つかる。危ない、危ない。見つかるな。結構見つかるな。ここら辺から行くか、じゃあ。あいつやれるんじゃない？このゴーヤーチャンプルで、あいつを。今日死ぬ者は誰一人いない。私が先陣切っちゃった感じ？じゃあ行こう。もう行く。わかった、わかった。やめなさい。よし。いいぞ。で、あとは？あとはまだいた？あ、まだ、あそこの人。おー、みんな頑張れ。じゃあ私は後ろから。違う、後ろから、こういう感じでやってきます。こういう感じで、どんどん。よし。じゃあ行くぞ、みんな行くぞ。あー、いや、撃ってんな。いやっていうか、ヒヤリの人、ヒヤリの人たち。私は向こう側まで行きます。ヒヤリの人。あー、なんかいっぱいいた。ダメだ。この人たちは火やめろ。マジで火、あ、間違えた。火やめろ。お前は火をやめなさい。火は、そうです、火はダメです。あー、痛い。おい来いや。あー、火の人いる。お前、痛い。まあやばい、ここ一人。そう、みんな来て、みんな。クシデラの人たち。あ、火つけない。大丈夫。はい。痛い。この人たちやってるから。よし、後ろからやって。ほいで。まだいる。あ、向こうにいっぱいいる。あ、待って。待って、全然いた。矢が来るぞ言ってる。待って、こっちにいっぱいいるじゃん。こっちに、あ、なんかある矢をもらって。待って、こっちになかったか。あ、痛い。みんな私がやる。あ、やっちゃったの。あ、とどめ、あ、とどめ。あ、どこにいる？とどめを、私がエンスを刺していいとこ取り。とどめを刺していいとこ取り。お、行くぞ、みんな。どうした、どこだ、次は上に行くんだろ。よし、行くぞ。もう正面突破。いるだろ。あ、痛い。あ、なんか獣道もいる。やめて。あー、上登れない。よし。もう、やー、ほんとやー。もうやん。もう、なんか、こっち喋れなくなった。急に喋れなくなった。痛い。嫌な人、ほんとや。やーね、ほんと。ほんとやーね。みんなどこ行った？みんな？あ、みんな？ちょっと、取って、武士取って。
ちょ、それはいいけど、みんなどこ行った？おや、こっちじゃないな。お馬さん、イエーイ、お馬さん乗ろう。じゃあこのお馬さん乗って、どこにいんだみんな。みんな、はい、降りろって言われた。どこどこでやってるみんな。私だけ一人取り残されたんですけど、ちょっとみんな、音楽が音楽が壮大な割に畑取り物語して、あれちょっとみんなどこいる、ちょっと待って、んどこ、声するな、声するけど、あ、上にいんじゃん、上にいるじゃん、あ、痛い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 、痛くはない、痛くはなかった、よし崩した、よし早切りです、早切りです。あ、目を刺しときますけども、あ、向こうに、向こうになんかいた、向こうに走ってた、向こうに走ってる人がいた。こっちか、じゃあこっち、こっちに今いたよね、総兵さん、総兵、あ、総兵は、総兵こっち、こっち総兵かい、あ、いた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 、全然いた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 、はいはい、今行きます、今行くよ、じゃあ、えい、飛ばされた飛ばされた、じゃあこっちもなんかこっちも来ないだ、来ない、おーい、全然見え見え見え、今うまいことやったのに全然見えなかった、あ、ちょっと待って、こっちにいる、こっちにいる、よし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 、お前もお前もここにいたのか、みんなごめんよ、まだいるな、まだいるな、えい、よしやったな、他はどうだ、あ、ちょっとクシゼラの人たちが、ちょっと、あ、こいつ、こいつ、とどめを、ちょっと間違えた、間違えた、こいつはとどめを刺しておく、ちょっと待って、クシゼラの総兵たちがやばい、総兵たちが、ちょっと待って、すげえやられてんじゃん、すげえやられてる、ちょっと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 待って、すごいやられてる、ちょっと、早くなんとかしないと、なんとか、なんとか、なんとかしたい、なんとかしないといけない、ちょっと、鉄砲とかやめなさい、鉄砲は、鉄砲はやめなさい、あー、また獣来た、獣来た。獣チャンスか、獣チャンス、痛い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 、痛くはない、痛くはない、クナイ投げちゃった、クナイ投げちゃった、クナイ投げちゃったけど、まあいいとしよう、あー全然体力がなかった、全然体力がなかった、ウォーじゃないよお前は、ウォーじゃない、崩せ崩せ、あ、崩せない、崩せないな、え、火やめろ、火やめろ、マジで火やめろ、火やめ、火をやめなさいって言ってんのこっちは、火をやめ、ノリオが倒れた、え、ノリオが倒れた、ノリオが倒れたらダメ、ノリは倒れたらダメ、どうする、ノリは倒れちゃったらダメだから、どうする、酒井様、ご助力を、ご助力してる、ご助力してる、ご助力はしてるけども、クナイを投げちゃう、クナイ投げて、どうあと、お前か、もう耐えられそうにありません、え、どうするどうするの、お前、お前、お前やめろ、お前マジで、お前マジで、お前マジで、あーダメだ、ノリオがやられちゃう、ノリオは、ノリオ、酒井様、ご助力を、ご助力してるしてるしてる、やばいやばい、よし、よし、崩した、ダメダメ、もうダメ、大丈夫なんじゃないの、大丈夫、間に合ったね、間に合ったね、今ちょっと急にすんって立ってんじゃん、もうもうダメですって、倒れてないじゃない、ちょっとどういうことよ、寺を取り戻したな、ここで暮らしていた、総兵の、ちょっと陣上立ってる立ってる、ちょっとそこやめて、住職も、ちょっと話聞くけども、今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か壊されていないか確かめなくては。さあこちらです。え、っていうか二人だけ？え、みんなやられちゃったのこれ？え、総兵たちは？これは敵だよね。これは敵さんで、ツイッターアイテムがないかどうか一周見ます。こちらへ来てください。ほら、あ、ごめんなさい。すいませんでした。すいませんでした。あ、なんか、でも取れるものがあったら取りたい。ていうか、クナイが欲しい、クナイ。クナイめっちゃ投げちゃったから、クナイが欲しいんだけども、クナイがない。クナイないだな。よし、行きますよ。あ、なんか、ノリは今変な感じになってたぞ。ノリはそのホラ貝はいつ吹くんだい、そのホラ貝。吹くタイミングあるかい？いや、ノリオの武器強そうなんだよな、これ。ノリオ、酒井様。はい。どうした？すごい目の前で。どうした？ありません。なんで？何があるというのです。何があるというのですか？受けても失うわけではありません。どうしたの？
外側は無事のようですね。入っちゃうの？ノリオ、入んない方がいいってよ。ね、入んない方がいいってよ。どうすんの？入んの？入るよ。じゃあノリオがそう言うなら入るよ。何も盗まれていないじゃないか。なんで入っちゃいけないの？ん？何？ね、誰？ノリオ。兄さん。エンジョ。え、兄さんいたの？兄さんやっぱり来てたの？ちょっと待って、ちょっと待って。牢から連れて行かれた時、てっきり。モコに全て教えれば、お前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。そしてちょっと太ってるよ。昼食のことを言ってしまった。ました。方針。串寺、赤島も構うものか。兄ちゃん手足切られたんだ。もうここにずっと耐えてきた。あ、兄ちゃん会いたくてな。あ、こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。何を？何を？酒井様、よろしいですか？ん、何を？ああ。二人きりにしてあげよう。うん。あ、そうだね。そう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 。あ、空気読んだ。酒井様、空気を読みました。え、あの状態ってこの時代だと生きられない。ちょっと、ジンは、そういうジンには変身しないの？あ、ふぅ。なんでだよ。なんでこのタイミングで増えたよ。いい音色だなぁじゃないんだよ。あ、BG、二人の時間に BGM を流してあげてる感じかな？この二人の時間に。僕には笛を吹くことしかできないなぁじゃないよ。まあいいか、それはそれでな。でもあの、お兄ちゃんあれじゃ無理だよね。あ、ノリオ来た？ノリオ来た。もう話したの？もっと、もうちょっといなよ。一晩ぐらい一緒にいなよ。ハーチという名だそうです。ハーチ、そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。わ、ひでえな。ハーチとやらは死んだのか？まだ息をしてる。おお、そうか。兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです？ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。わかった。雪が降り止んだら、ほう、別れを告げます。別れを告げますイコールでもお兄ちゃんはあのまま生きられないからっていうことだよね。そういうことなんだな、ノリオ。おお、風魔の。トーマか。トーマの守り手か。どっちか。わかんないな。あ、寝てたんか。そこでゆっくり一人部屋じゃん。大部屋じゃん。大部屋に一人じゃん。あ、はい。あ、なんか3だ。3ということはなんだい？受けるおーだ。おー、受けるダメージが大きく減少しようじゃ。これつけよう。よし。おー、これで次、ここ杉寺なのか。これで次の、あれだね、きっと。次の、ちょっと、誰もいない、誰もいないんだけど、ちょっと、ノリオ、ノリオは？ちょっと、出口もない。出口もないし、ノリオもいない。なにこれ、なにこれ、どうしたらいいの？どうしたらいいの？出口ないよ。出れないよ。あ、出れたわ。あった、あった。あー。酒井様。はい。いかがなさいました？いかがなさいましたって言われた。ちょっと、ノリオは？ということで、今回はじゃあこの辺にし、わー、雷鳴ってるし。じゃあ今回この辺にして、じゃあ次回この続き、ノリオの続きだよね。やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回、お楽しみにー。なんて？ゲームが上手になりたいな。
もっとみんなに褒めてもらいたいからコントローラーを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を